公式記録、専門家の分析及び関係者の証言は全く関係ないフィクションです。いやー、どうですかこの空から見る東京の景色は。は、どうぞどうぞ、よく見ていってくださいよ。そもそも私こんなの希望した覚えないんですけど。何言ってるんですか、いつもお世話になっていますからね。そうそう、ちょっとしたお礼ですよ。いや、あなた方と飛んでることそのものが恐怖なんですけどね。大丈夫ですよ、飛行機の安全性に関しては十分にご存知でしょう。飛行機に乗ってからよりも、飛行場までに向かう間に何か起こる確率の方が高いですよ。いや、私も普通の機体だったらここまで言わないですけどね。あ、なった、だから心配してるんです。あなた方一日に何便飛ばしてらっしゃいます？まあ1便、2便くらいですかね。それで何かしらのトラブルに見舞われる頻度は？2週間に1回くらいですね。2週間で14便飛ばすとして、そのうちの1便はトラブルなわけですよ。つまり、確率にしたら 7% 以上ですよ。めちゃくちゃ高確率じゃないですか。わかります？この異常さが。お、スカイツリーがよく見えるな。わあ、ほんとだ。聞いてますかね？まあ大丈夫ですよ。この後は北西に向かって調布に帰りますから、1時間もないお気楽なフライトですからね。安心してください。私はその間恐怖でいっぱいですよ。でも逆に考えてみれば悪運が強いという見方もできますよ。そうそう、地上に降ろすところまではちゃんと責任持って面倒見ますから大丈夫ですよ。いや、何の信頼性もないですよそれ。大体この機体も一体どこからかっぱらってきたんですか。こんなの運用してないですよね。いやー、実はそろそろ遊覧飛行事業に手を出すとかなんとかって話で、今までにない特別な体験を、っていうテーマでやってるらしいんですわ。いやいや、手を広げる前にもっと手の中にあるものに磨きをかけてくださいよ。今手の中にあるもの、多分握力で握りつぶされそうになってますからね。大体いつもどこから期待仕入れてるんですか。毎回毎回程度が悪いのばっかりですし。そこはまあ企業秘密らしいので、それでどうにかなってるので。この機体だってそうですよ。一体どこから持ってきたんですかこの、ポンコツを。あ。あれ、何か急に静かに。エンジンの回転数がどんどん落ちてるな。ほら、ポンコツなんて言うからすねちゃったんですよ。え、これ私のせいなんですか。え、メイデイメイデイメイデイ、ジュリエットアルファブース3エコータンを、エンジンフェイリア。ジュリエットアルファブース3エコータンを、東京 DCA、ラジャー、ユアポジション11マイルズノースイーストオブ羽田。ラジャー、スタンバイ、ブース3エコータンを、エンジンは回ってるってことはブローじゃないね。点火系か燃料系かな。羽田に行きましょう。左後ろですよ。いや、それは残念ながら難しい。この高度から11マイルも離れた羽田に向かうのは無茶ですね。じゃあ他に空港とか。ご存知の通りここからだと羽田が一番近いのでないですね。なんとか再始動できないか。さっきからいろいろやってるんだけどね、無理っぽい。とりあえず近くの空き地を探します。衝撃に備えておいてください。そんな。大丈夫です。地面が平らなら早々機体は壊れませんから。前にあるのは荒川か、そこの河川敷とかどうだ。うん、平らだしちょうどいいね。最適な滑空速度は60ノット。高度1800、うん、あそこしかない。これが都会じゃなければもうちょい選択肢もあったんだろうがな。あの、せめて最後の言葉を。大丈夫です。そんなの必要ありませんよ。無傷で下ろしますからね。無傷は無茶じゃないですか。大丈夫、セスナ152の足は頑丈ですから。しかも安心と信頼の固定客ですからね。地面の土や砂もクッションになるでしょう。はぁ、それじゃあ行きますよ。東京 DCA、ジュリエットアルファブース3エコータンを。ブース3エコータンを、東京 DCA、ゴーアヘッド。ブース3エコータンを、日本語で申し上げますが、荒川の河川敷におります。手配の方お願いします。ブース3エコータンを、了解しました。と言いつつ最後まで悪あがきはするけどね。ただこの感じだと望みは薄いな。フラップまだ上げたままで、接地直前に下げて一気に減速するね。あいよ。ダメだなぁ、うんともすんとも言わないや。ほぼ荒川コース確定だな。そこの橋の先、カーブになってるところがちょうど良いね。あそこにしよう。あいよ。え、なんで直線上のところじゃないんですか。そりゃ川が曲がってますし、カーブの影響を受けるほど滑走距離は長くならないのでご安心を。
この降下角度で良いんですか？橋がありますけど。ギリギリ上通れるんで大丈夫です。これぞ荒川オーバーザブリッジですよ。そんなこと言ってる場合ですか？行きますよ、衝撃に備えて。ほら、ちゃんと降りれたでしょう。死んでんじゃない？生きてるよ。怪我とかは大丈夫ですか？ピンピンしてるぜ。なんとか。それじゃあ脱出しましょう。急いで、何か漏れてたりしたら危ないですから。はい。燃料バルブ遮断と。あれ、今日は随分早く現場に到着したんですね。まあそりゃ。私も当事者ですから。まあまあ、機体も体も無事だったんですからいいじゃないですか。そうそう、きっとこの経験はこの先役立ちますよ。役立つ以前の問題ですからね。今までにない特別な体験を。ってこういうことなんですかね。確かに特別でしょうよ。なんなら一生記憶に残りますよ。こんな事業認められませんからね。